愛知県の大村知事はきょう県営名古屋空港の大規模接種会場を訪れ3回目のワクチン接種を受けましたワクチンは1回目と2回目のファイザー製ではなくモデルナ製になりました半分きょうはですね今度モデルナになりますので、えー、どうしてもそのモデルナを打っていただく方増えてくると思いますどちらでも有効性一緒ですから、えー、ワクチン接種をねあの急いでいただければありがたいなと 愛知県によりますと1回目と2回目の接種では8割がファイザー製でしたが3回目は半数ほどがモデルナ製となる見込みです。